はい、じゃあ今からね、じいちゃんの晩ご飯を作っていきます。今日はね、こちら、これこれわかるかな、みんな。ヒオウギ貝っていうね、貝なんだけど、これ天然でたまたま入ったんだよね。愛知ではすごい珍しいです。大きいしね。これ昨日もらって冷蔵庫入れてたんで、ちょっとこう開いてるんだけど、あとこちらね、この赤ヤガラ、これ今の季節珍しいよね。冬12月1月とかね、ちょいちょい上がってて脂あるんだけど、今はどうなのかなということで、今からちょっとやっていきますね。貝の殻、殻をちょっとこすってみようか。おー、危ね。殻をこすってみよう。こすってもね、なかなか綺麗にならないです、これ。はい、じゃあそしたらね、こちらの貝、こっちから行こうか、開いとる。ここ。よいしょ。はい。ヒオウギ貝はね、色がめっちゃ綺麗だよね、これ。こういう感じだね。そうしたら、このウロ、この内臓、これ取ります。手で取れるかな、ここだけ。よいしょ。で、一回下もね、下も外しとこうかな。こういう感じでね、外しときます。で、一回ちょっと洗うね。帰ります。一回ね、ちょっとこれ分けとこう。こう分けて、ここにちょっと黒いのがあるんで、これ気になるんで取ります。ちょっとこういう感じにね、しときますね。これちょっとこっち置いとこう。次、ヤガラだね。ヤガラ、ヤガラはね、ここら辺まで硬いんで、ここからね、こうして取ります。どうしような、とりあえずあれしよっか。ここからね、内臓を見るよ。内臓脂肪あるかな。あるね、意外に。思ったよりなんかあるね。この白の多分内臓脂肪なんで、思ったよりあります。一回あります。さっきこれからやります。これからね、時間かかりそうなんで、これちょっとね、熱いんで、こう小さくね、切ってこんな感じで、で、これもね、ここら辺から切っとこうか。これは少しだけ入れとこうか。こういう形にして、ちょっとこれね、焼いていきますね。ここのっけて、少しね、お水入れてね、ここに。で、焼いていくよ、とりあえず。とりあえず焼きます。そしたらね、だしをね、入れますと。よいしょ。次はね、ヤガラをおろしていきます。赤ヤガラね、ちょっとね、ここは落としとくね、ここはね。じゃあそうしたらね、3枚におろしますね。で、こっから、よいしょ。そしてね、ここも最初は硬いんだよね、これ。よいしょ、よいしょ。はい、で、3枚におりたんで、今日はね、ちょっと焼こっかなと思うんだよね、ムニエルにね。なんで、ここからちょっとこの、どうやっちゃった、よいしょ。ちょっとね、意外にやりにくいんだよね、これ。よいしょ。こう取って、これ血合い骨あるんかな。血合い骨なさそうだね。でも、とりあえずこう置いとこっか。で、こっちもちょっとこここうしといて、よいしょ。で、これ腹骨を取ってね、 OK だよね。そうしたら、ムニエル用に、こんな感じかな。こっちムニエル用で、お刺身を作るんで、
これ引こうか。これね、半分ずつ引かんといかんね、これなんか丸いから。よいしょ、こうして、あとこっちね、最初のとこちょっと残ってるんで、こっち側だけ取りますでね。よしと。そうだ、お吸い物用もいるんだった。今ね、お吸い物用をちょっと忘れちゃったんで、このままね、これでいきます。ここと二切れだけお吸い物用にね使います。これはね、もう今回はちょっとこう切れ込みをね入れて、ではこのままね、こういう角スタイルで角にします。こういう感じでね、でこう持って、じいちゃん一人分なんでね、こう持ってこう持ってでね、まあ、じいちゃんね、わさび使わないんだけど、ちょっと彩りにね、ちょっとこう乗っけて、まあ、お作りはね、まあ、こんな感じね。はい、パック取ってね、でね、先ほどの身を入れます。ポチョンポチョン、本当はね、皮取っちゃダメだったんだけど、もう今回はね、取っちゃってます。はい、じゃあそうしたら今度ムニエルね、ムニエルやるんで、ここにね、塩コショウ、よしと、あと小麦粉をね、よしと、こういう感じで小麦粉をパタパタっとつけてね、よしと、OK。 まあそうしたらね、フライパン温めて焼いていくんだけど、その前にムニエル用のソースをちょっと作りたいんで、ただトマトをね、これフルーツトマト、この前あのカルパッチョやった時に結構美味しかったんで、まあ、それをちょっと応用してね、ソースにします。で、まあ、トマトこっちの向きの方が切りやすいね、このこっちの方がね。こんな感じでとりあえずトマトをまず切ります。でこっち入れて、こっち入れてね。じゃあ次にね、ネギ。この前カルパッチョの時は玉ねぎでやったんだけど、今日ちょっとネギでやってみようかなと思ってね、彩りも綺麗なんで、よしと。そうしたらこれね、トマトにネギもね混ぜちゃいます。よし、あとこっちはね、あのお吸い物に使うんで、これを取っとくとしまして、とりあえず塩、塩だね、胡椒で、オリーブオイルね、オリーブオイルを入れて、よし、ちょっとこう醤油もね入れて、こんな感じでいこうか。これを混ぜて、こういう感じね。よし、ちょっと食べてみますね。これね、うん、玉ねぎの方が良かったね、でもね。え、そうしたらね、フライパンにバターを入れて、で火かけますね。そうしたらね、ヤガラをね入れていきますね。ヤガラ、こっちかけかな。よいしょ。そしたら、これかけながらね、こう一回ね、ここで裏返します。箸でね。よいしょ。よし、いい感じ。ね、もう一回裏返すね、こっちね。よし、そうしたら、ちょっとこう、でね、さっきのね、このソースをちょっとおしゃれにね、こうかけちゃって、こんな風にね、こうやってかけて。というところでね、ムニエルは完成ね。はい、こちらネギ入れるよ、ネギ。ここにね、醤油、あとマヨで、もうちょっと焼いていくね。はい、そしたらね、こっちはね、ひよう以外も焼けたんで、これで OK だ。まあまあ、みんなこぼれちゃった。これでね、OK。
お吸い物。ここにネギをねポイッと入れて、で完成。よし、できた。今日はね、ヤガラのお吸い物とヤガラのムニエル、ちょっとおしゃれにねしました。あとお刺身と、ヒオウギ貝の焼いたやつで完成だね。おいしいじゃん。いただきます。はい、どうぞ。はい、これさっきの赤い魚だぞ。これちょっとおしゃれにソースをかけてみた。ちょっと持ってきて。ちょっと大きいなこれ。じゃあすぐ切れるから、骨ないし。どう？まあまあだね。あんま好きじゃねえのか、うん、正直言うとあんまり好きじゃねえんだこの味だな。あ、このトマトのオリーブが、うん、嫌いなんだ。ちょっとおしゃれにしたのが失敗だったな。そうなのか。でもトマトもいいんだけどな、さっぱりしてな。ちょっと合わん。そうなんだ。クリアガラのお刺身、刺身はどうなの？まあまあだ。まあまあばっかりじゃん。でも水門も聞いとくか。水門はどうだ？水門はうまいよ。水門はうまいんだ。あんたの好きなこれ貝があるぞ。貝これ流しとる、うん、なんだこれ。なんだあれ、ホタテの親戚だ。そうそう、これヒオウ貝柱やんな、ヒオウギ貝っていう、ちょっとこのカラフルな貝なんだって。ホタテよりうまいって書かれてるけどな、調べると。うまいよ、ホタテよりうまい。うまい。スキム好きだよな。スキム好きなんだ。あんたどっちが好きなの、ホタテとこれと。そう、貝食べへんもんな。あ、ホタテを、うん、ホタテ食べんな、確かにな。確かに食べんな。この中だとどれ一番好きなの、あんた。んこの中だと。それか。やっぱりそれだ。やっぱりそれなんだ。第2位は、第2位。これか。刺身か、第2位は、うん。じゃあ第3位は。3つダメの答えの。じゃあ4つあるよ、うん、これね。大体それじゃあこれ一番おしゃれなやつが一番ダメじゃねえか。そうなんだ。普通のモニエルの方が良かったな。じゃあな、じゃあ点数聞きますか。95なんだ。まあ悪くもなく普通だな。うん、食べやすいだなそれな。じゃあまあゆっくり食べればいいんで、バイバイしてください。バイバイ。はい、そうなんだ。やっぱ貝が一番うまいんだな。ん、貝が一番うまいの、うん、やっぱりな。